言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ナンバーアイの話ということになりますけれども、サンドーム福井で公演をね行っているということで、今ね15時46分で1日目デイ1の1回目公演が終わったタイミングだと思います。思いますというか終わったタイミングですね。で、まあサンドーム福井だったもんで、やはりちょっと反応したというかね、まあ見ましたんで、すごく形が可愛いアリーナで、恐竜の街っていうことで、恐竜モチーフのいろいろなキャラクターがいたりなんかして、まあ私のこの後ろを見てもらったら分かる通り、ゆるキャラ系とかキャラクターものとかが大好きなもんで、可愛い恐竜のねキャラクターがいるもんですから、それもいいなと思っていたんですよ。あとはね、BE:FIRSTもこちらの方でさせてもらった時に、メンバーのジュノンというね、背の高いメンバーがいるんですけど、その子が、まあ、ちょっと亀が好きだったりするんで、亀みたいな感じだと思ってたら恐竜だったっていうね、そういうぬいぐるみのエピソードがありまして、思い出したりなんかしたんで、はい、ということなんで、恐竜とかナンバーの3人もなんか好きそうだなって思いました。というかね、男子は大体みんな恐竜好きです。私も例に漏れず恐竜はなんか好きですね。それはもうしょうがないんですよ。男子というか男の子というのはね、そういうもんなんでね。はい、それはいいんですけど、でレポートとかが上がっててですね、まあ、一つこのレポートのやつを見て、なんだろうな、皆さんからそのティアラからのアイリーズの皆さんからもともとナンバーアイを最初に語らせてもらったぐらいの時に聞いた話とかを踏まえて考えて、すごく安心したというか、とても良いことだなって思ったんでね、私の記憶が混濁している可能性もありますが、ただまあいいことなんだろうなって気がしたもんですから、まあ、その話もしたいと思います。というのが平野翔くんの話になりますけれども、一番最初に歌った曲に関してとかの話があって、ああそうだな、一応じゃあ多分そのレポートを今読んだりして自分の感想を考察述べるので、ネタバレとかそういったところも多少しますのでね、うん、まあそういう形のことでちょっと気をつけていただければと思っています。1曲目は稲妻だったということなんですけども、平野翔くんがちょっとダンスが最初苦しそうにしていたっていうのがあって、それでアイリーズの皆さんの中でもちょっとどうしたのかなって思ったのがあったらしいんですけども、開演2時間前に韓国料理を食べたみたいで、チャプチェをお椀大盛りっていうのと、あれ春雨とか牛肉かなんかのお惣菜みたいなやつでしたっけ、あとプルコギとヤンニョムチキンとかそういったものをたくさん食べたっていうところ、ヤンニョムチキンなのかな、まあチキンっていうことでね、そういう形でいっぱいご飯を食べて、それでお腹苦しかったらしいって話で、でも途中からねすぐに戻ってきたらしいんですけどっていうことでね、でもお腹いっぱい食べられるぐらいにそのリラックスなのか、こう頑張るぞって感じだったのかって、まあどっちもかもしれませんね。いっぱいねいいものを食べられるっていうのが、皆さんからそのねレトルトカレーとかがケータリングであったって話を前世の時の話で聞いているので、うん、そこを考えるとむちゃくちゃいいなって思いますね。うん、いや皆さんもこれで安心するんじゃないでしょうか。まあ実際に現地で見られた方でダンスのキレがもしかしてって思ったのは少し心配だったかもしれませんが、結果的にとてもやんちゃな平野くんらしいエピソードで良かったなと思います。それとあれですね、韓国料理そんなに詳しくないですけど、プルコギとかチャプチェとかあれですよね、あんまり辛くないやつだったりしますよね。味付けもまあ多分なんていうか調節できると思うけど、だから喉とか気を使ったりしてそういうところはやったのかなって気がしますし、おにぎりも食べたみたいな感じの話もあったり、福井だからあれか、新潟ではないけどお米とかも美味しかったりするんでしょうか。でも越前ガニとかのねとこですよね多分ですけど、でヤンニョムチキンも色はあれですよね、ちょっと赤かったりするけどそこまで辛くないですもんね。まあ、チキンはタンパク質ですし、ライブ前に食べるとしたらとてもいいと思いますから、まあ、いずれにしてもご飯がいっぱい食べられてというか、ちゃんと良いものが出てというところもあって、
良いと思います。まあ、当然用意してもらったご飯だと思うので、その辺喉とかにはね、気を使ってっていうところはあったと思うけど、ただあれですよね、多分スタッフさんの分とかもあったりするわけだから、ダンサーさんとか、チャプして大盛りっていうのはね、いいですね。でも可愛らしいと思います。あ、越前ガニの話の、レポートありました。福井のおすすめの食べ物なんだっけっていうとこで、平野くんがエチって言い始めて、越前ガニみたいな感じのとこ、エチって言っていいのかわからない、なんかエチってエッチじゃんみたいな感じの話でね、いいですね。中学生のようでとても可愛らしいと思います。はいね、あ、この方もね可愛かったっていう風に言ってらっしゃいますし、あとね、今ちょうどこうスクロールして見てるんですけど、その、それこそ恐竜が面から、つまり赤と青と紫の、面からの恐竜ちゃんがいらっしゃったようで、恐竜ちゃんですけど、見た感じ口が大きくて、場合によってはちょっと怖くも見えるけど、でもなんか色合いが可愛いですし、ナンバーアイって書いたうちは持ってますから、ファンなんでしょうね。まあ、恐竜の街だから、恐竜のお客さんもいらっしゃるかもしれないっつってな。恐竜人のお客さんもいらっしゃるかもしれないっつって。っていうのと、あれか、あとはあれだ。ソースカツ丼、あ、ソースカツ丼も福井でしたが、全然その、ビーファーストとかもさらにずっと前の話で、新潟にいるグループをちょっと追ってた時期があってね、その時に、タレカツ丼とかソースカツ丼の話があってですね、タレカツ丼が新潟で、ソースカツ丼が福井でしたが、たまに職場の食堂で、ご当地メニューが出て出るもんで、時々食べさせてもらってます。美味しいです。はい。あ、平野くんの話で、ソースカツ丼を、勘違いされて、ソウルカツ丼、魂あげてんだっつって。かっこいいな。かっこいいけど、違うよっつって。でも、ソウルで、魂っていう感じで来るとこが、ヒップホップ聴いてる人間としては、まあ皆さんからも聞いてるけど、平野くんがヒップホップ育ちっていうのがわかりますね。魂っていう言葉を、例えば多分ね、ロックとか白人の方の方の文化で言うと、どっちかっていうと、魂ってスピリットなんですよね。そう。スピリットの方で、ソウルっていうのが、どっちかっていうと黒人の方の、そういう感じだったりするわけで、それこそソウルフードっていうのがね、アメリカの、黒人の方たちの、郷土料理みたいな感じで、それこそソウルフードっていうね、映画もありますけども、そう、実はなんかね、ナマズのフライとか、そういうのあげたりとか、フライとかがあるから、案外日本人にも合いそうな感じがしてる。ナマズのフライってヌメヌメしないのかな。あ、まあでも、ソウルカツ丼ではないんでね、ソースカツ丼だって話だけど、こういうところとかいいですね。多分本人は意識していないんですけど、無意識に可愛くなってしまうというところでございますね。ね。で、平野くん可愛いエピソードがあるのと、神宮寺くんがもうすごくセクシーだったってエピソードがね、たくさん出てますよ。まあね、私はサマーソニックでちょっと見たぐらいですけど、神宮寺くんの佇まいは本当になんかセクシーでしたし、そう、平野くんはもうカリスマの塊でしたし、岸くんは可愛かったですね。なんか、たまたま私がいたところが、岸くんが近くに寄ってくるとこが多かったんで、岸くん多めに見たってのもありましたけどね。可愛かったですね。みんな可愛いですけども。3人の MC のとこで、福井初めてですよねっていう感じ、ロケとかでもないよねっていうところとか、そんな話もあって、だから前世の時からロケとかでもなかったってことなんですね。だからそっか、恐竜の街っていうのも3人も、初めて見たってことかもしれませんね。なんとなくだけど、前世から含めると来ていらっしゃるのかなっていうところも思ってましたが、じゃあ楽しかったんじゃないかなって思ったりしますが、そうか、ソウルフードの話でしたけど、日本でも例えばあれですよね、千葉のソウルフードとか埼玉のソウルフードとか北海道のソウルフード、札幌のソウルフードとか、そういう言い方ってするか。でもソウルカツ丼はすごくちょっとかっこいいなと思ってしまったところがありました。ソウルカツ丼食べてみたいなと思ったりしますけど、あ、ボルカライスもそうだ。ボルカライスも食堂で出るんですよね。うちボルカライスの話もしてましたけど、してるようですけどね。なんか全然関係ないところで自分の職場もしかして福井の人いるのかな。なんかよく考えたらボルカライス出るって千葉県なんですけど、そうだな。まあそんなこともちょっと思いましたけど、あと3人のインスタグラムの方とか、まあツイッターとか、あ、インスタグラムかな、
ストーリーとかにも3人が挙げてくれたりもしていて、本当にツアーを楽しんでいるようなところでね、あるみたいですよ。うん。で、まあ改めて思ったりしたこともたくさんありますけれども、本当に楽しそうにライブをしていらっしゃるなっていうところがあって、結局その今年からナンバーアイについてというか、まあナンバーアイ時代がデビュー今年ですから、まあそれは今年からに決まってるんだけど、前世の時からの映像とかをおすすめとかで、結局ね、ツイッターとかインスタグラムではないか、ツイッターかな、それで見たりとかしていた時に、なんかやっぱり明らかに表情が今の方が明るいなっていうところは間違いないところでもあって、でやはり今回のレポートとか、あと最後の曲のところは撮影 OK だったのかな、だからそのね、上がってる動画なんかもあったりしますけど、それを見ても本当に楽しそうにやっているなっていうところもあるし、で本当にすごい記録を打ち立てて、あの日本から世界にっていうところでやってくださっているからね。うん、だからまあ前にもね、あの皆さんというかアイリーズの皆さんにも感謝させてもらいましたけども、やはりあの私の推しグルの BE:FIRST とファンダムのベスティもだいぶ刺激を受けまして、あの本当にあの、ま、ね、ある意味負けてらないぞっていうところも含めてリスペクトも込めてあのやってるところがございますんで、まあ、今回やはりね、でやはり私も3人の話をするときに自然とこう、うん、テンションが上がるようにもなってきておりましてね、そこの部分は本当にありがたいと思っています。はい、というわけでね、まあこれから他にもいろいろとレポートも上がってくると思うんですが、現状ね、まだ終わったばっかりの段階で平野翔くんの MC のことがたくさんあってね、とても可愛らしいなというところでね、それが話題になっているということでございますね。あの韓国料理を食べ過ぎた話とか、ソウルカツ丼の話とかね、うん、そういうところとかがよろしいだと思いました。はい、またね、あの2公演目以降とか、ね、あのデイ2の方かな、2日目福井2日目とかもろもろのところがまた出てくると思いますので、その流れの中で新しい情報とかもあったりするかもしれないしね、分かりませんけど、まあそんな感じでひとまずレポートを見まして、はい、ちょっと夕方のまったりした時間でね、いい感じで時間を過ごさせていただきました。またいろんな情報出てくると思いますから、共有もしていきたいと思ってますし、あの最近あのストリートパフォーマー、元ストリートパフォーマーの感じで、あのパフォーマンスとかをね、いろいろと考察とかさせてもらっていますので、それも何か出てきましたらまたさせてもらおうと思ってます。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指してあの頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。YouTube 登録は無料でございますので、大丈夫ですし、あの、仮に登録を解除したとしても、あの、皆さんに通知とかはいきませんし、私にもお知らせは来ませんので、大丈夫です。はい。一度、あの、解除された方で、また、あの、また登録してやろうかなって思ったら、もしよかったら、また登録もお願いできればと思っています。はい。励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。